皆さんは学習机に鍵のついた引き出しってありましたか？私はありました。買ったことが親にバレたら怒られるグロ漫画をパンパンに入れておりました。みんなもどうせやましいもの隠してたんだろと思って募集をかけてみたところ、ありがたいことに大量のお便りをいただいたので、一部語学友に金を払って仕分けしてもらいました。ワンピースのキャラクターがプリントされたプラスチックの板みたいなもの、これはどういうことだ？なんか二重構造というか、中に気泡みたいなものが入ってて、はい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 、例えばルフィだったら麦わら帽子がぷくってなってたんですけど、例にもよって女性キャラクター陣はことごとくおっぱいがぷくってなってて、親に隠れてひっそりとおっぱいを指で押して遊んでた。あったあった。もうそんなんおっぱいマウスパッド初級編じゃん。これ気泡やっぱ胸に入れときます？いや、よくないとは思うんですけど、じゃあそれ以外にどうすれば。プリントを受け取ったものは3日以内に別の人に渡さなければ呪われると、チェーンメールのような内容が手書きされたプリント。小学生の頃に上記の内容のプリントを渡され、この負の連鎖は私が断ち切らないといけないという謎の正義感から鍵付き引き出しに入れ込みました。友人が遊びに来るたびに、ここに何が入ってるの、絶対開けちゃダメ、呪われるというやり取りをしてしまったため、しばらく友達が家に来なくなりました。めちゃくちゃかわいそう。結果的に呪われてるだろこれ。でも自分の鍵付き引き出しで呪いの書を封印してみんなを守ってるって思うと、それもそれでロマンがあるような気もする。どんぐり。小学生の頃どんぐりを入れて大切に保管していたら、数日後に引き出しを開け、これ以上はちょっと読むのやめとこうか。爪。学校で怒られるまで伸ばして、怒られたら爪切りではなくニッパーで長いまま切って、それを爪机の引き出しに集めてました。なんか二重にグロいよ。爪入ってるのもグロいし、ニッパーでやってるのもグロいよ。ちょっとライバーの引き出しの中身キモすぎだから、なんか浄化できそうなリスナーのお便りを挟みます。記録帳。おい語学友。中学生の時、なんとなく D イコール悪いことのようなイメージがあり、D の頻度を減らすため、日付と課金できたか否かを丸バツで記録したノートを鍵をかけて引き出しに入れていた。記録をつけ始めて半年ほどの時、性欲に抗えず、風呂に入る直前にいたしてしまった。賢者タイムに突入した瞬間、まずい！このままではこの後風呂に入る母と姉が妊娠してしまう。バカがよ。と焦り、一生の禁欲を神に誓ったが、ノートには10個ぐらい並んだ丸の横に×が書いてある。性知識が中途半端だとこういうことになるのか。にしてもちょっと偏り方いびつじゃない？